これがね、中田ジグですよね。まあ、ずっとプロトタイプとして、まあ、皆さんに今まで何度か、まあ、フィッシングショーとカタログで紹介する機会があったんですが、まあ、いよいよ発売となります。で、この名前が表す通り、中田さんというね、野尻湖のローカルガイドの方がもともと発想したアイデアで、このね、重心っていうのが前に、まあ、ヘッドが前に行って、アイが後ろについて、まあ、非常に水中で立つ、まあ、ハイアピール、まあ、それからフォールするときも重心がアイより前にあるので、より垂直フォール、まあ、こういったような特徴があるんですが、まあ、これもね、今年夏にいよいよ発売される、まあ、僕らの戦力になってくる、まあ、そういうルアーですね。まあ、実際にね、前身の中田さんが開発されたジグでは、もともと中田さんがね、カスタムで自分で作って、まあ、販売されたジグなんですけども、加藤プロがね、それを密かに入手して、自分のシークレットベイトとして使ってきた、まあ、そういった経緯があるので、実力はもう折り紙付きです。これからいよいよ発売になるので、こちらの方のジグも中田ジグ楽しみですよね。